はい、アメ車ワールド公式 YouTube チャンネル、100万円以下で購入できるアメ車の中古車、本日取材するのはこちら、ダッチデュランゴ、2002年型の、ダッチデュランゴ 5.9RT です。初代デュランゴ、中古車の数もどんどん減ってきてますが、これおそらく初代デュランゴの現在買える中古車の中では本当に極上の部類だと思います。外装すごく綺麗ですし、走行距離もまだそれほど走ってませんし、とにかく車両の程度が非常にいいですね。では、こちらのデュランゴを見ていきたいと思います。はい、フロントマスク、一目でダッチと分かるフロントマスク、かなり迫力があります。こちらダッチデュランゴ、全幅は、1820mm、 それほど、大きくはないんですよね。はい、ダッチデュランゴこちら、ボディサイド全長はですね 4910mm、 5m 切ってます。それほど大きくないですね。はい、こちらリアのデザイン、割とリアはシンプルです。はい、このダッチデュランゴ、初代デュランゴの一番の特徴はこのミッドサイズでも、ミッドサイズの、全長でありながら3列シート備えることなんですが、こちらちょっとルーフのデザイン、フロントのウィンドウから後ろが少し盛り上がってるんですが、これ実は3列シートを搭載するための措置で、フロントのドアを少し短くして、その分後ろに余裕を持たせる、そんなデザインが施されています。はい、ホイールはオリジナルの、16インチのアルミホイール、すごく綺麗ですね。前後とも4本とも綺麗です。タイヤサイズは、275の60の R17、こちら、4WD ですので前後通しのサイズになります。はい、2002年型ダッチデュランゴ RT、 ちょっと内装を見てみます。はい、レザーシート、はい、シートはレザー、ツートーンになってて、ここは、スウェードになります。ここの辺は普通の革で、RT はここに、刺繍が入りますね。 SUV にしてはなかなかスポーティーなデザインのシートになります。リアシートも、レザーのコンビシートになります。はい、ちょっとリア座ってみます。フロアが少し高くなってるんですが、まあ、全然スペース的には十分ですね。で、こちら、リアはリアでエアコンの調節ができます。で、セカンドシートだけじゃなくて、標準はサードシートもありますんで、この前後独立した温度調整はありがたいですね。はい、インパネですね。デュランゴは2001年のマイナーチェンジで内装のデザインがかなり変わってます。ETC カロッツェリアのヘッドユニット、まあ、年式内に使用感はあるんですが、割と綺麗な方だと思います。ではちょっとエンジンをかけてみます。一
発でかかりますね。はい、特にチェックランプなどもついてません。走行距離、6271キロ、ちょっと見えにくいな。まあ年式を考えれば本当全然走ってないぐらいですね。で、デュランゴ2001年からですね、エアコンも変わってまして、フロントとリアで、温度を調整できます。それぞれ独立して調整できるようになっております。であと、こちら 4WD、AWD フルタイムの 4WD と4のハイと4のローで、セレクトできます。デュランゴ後期モデルには、FR の肉も用意されてるんですが、まあ、日本に入ってきてるモデルは大概4駆ですね。こちらこのデュランゴは実は8ナンバーキャンピング仕様の8ナンバーになってます。ですんで、荷台にですねシンク、タンク、コンロ、あと、簡易ベッドのキットもきちんと装着されてます。これきちんとしたキャンピングキットです。ただ、このキャンピングキットなんですが、簡易的なものではあるんで固定されてるわけではないので取り外しはできますし、オーナーさんの希望、まあ、購入される方の希望があれば、3ナンバーに戻したり、まあ、あるいは1ナンバーで登録することも可能だと思います。まあ、その辺はお店の方に確認してみてください。はい、こちらエンジン 5.9リッター V8 のマグナムエンジン、初代デュランゴの中では、最上位のエンジンになります。スペック的には、最高出力が245馬力、最大トルクが 46.2kg、ミッドサイズのボディに対して、十分以上のパワーがありますね。一応この初代デュランゴにはスーパーチャージャーを搭載した、SP360、っていう特別なモデルもあるんですが、こちらが、通常カタログモデルの中では、最上位のエンジンになります。はい、こちら2002年型、初代ダッチデュランゴの 5.9RT なんですが、一番のセールスポイントはブブ BCD で輸入された新車並行輸入車であること。なおかつ、ワンオーナー、新車で日本に輸入されてずっと一人の方が大切に乗ってた車両っていうことですね。でそのため、整備状態、メンテナンス状態もすごくいいし、保管状態も素晴らしいです。まあ、この純正のホイールとかこれだけ綺麗なの珍しいですし、
インテリアとか、その他もすごく綺麗な状態を保ってます。フロアとかも本当に綺麗ですね。でシートこそ多少使用感ありますけど、まあ、ルーフとかも綺麗ですし、これだけ程度のいい初代デュランゴはもうそうそう出てこないんじゃないかと思います。で、時代を感じる8ナンバー、まあ、ある意味キャンピング8ナンバー珍しいですし、このままで乗っても6人乗りということで8ナンバーで乗ってもいいですし、まあ、あるいは1ナンバー、3ナンバーにして3列シート復活してもいいですし、まあ、その辺はオーナーさん次第でも、この初代デュランゴが欲しいっていう方に関してはこの車は本当におすすめですね。